皆さんこんにちは、ももチャンネルのももちゃんです。さあ、今回はですね、ピアニストの新作ガチャホーリーナイトクリスマスを回していきたいと思います。で、今日回すのはとりあえず女の子を2回だけにしておきたいなと思います。アイテム一覧がこんな感じになってます。 SR と R は欲しいんですけど、でも全部2回じゃ引けないので、どれか1個でも欲しいなと思ってます。で、リップはいろいろと種類あるので、なのでちょっと出なかったら他のリップで代用しようかなっていう感じです。で、髪の毛なんですけど、どっちかっていうとツインテールのレンナショコラの方が可愛いかなと思ってます。ノーマルの服も可愛いんですよね。一応ノーマルのアイテムなので確率としては出る確率の方が高いとは思ってるんですけど、で、ベレー帽ですね。ベレー帽結構可愛いなと思ってるんですけど、これもちょっと出なかったら交換をしていただくっていう感じにしようかなと思ってます。ホーリーグロー、なんか目をキラキラ光らせる感じかな。撮影アイテムはそうですね、背景はやっぱ欲しいのと、今回ですね、撮影アイテムの方にロゴが入ってるので、ロゴはちょっと出しておきたいなと思ってます。結構重要になってくるので、ロゴ回収はねしたいなと思ってます。早速1回目を回していきたいと思います。いやー、これはどうなるんだろうな。ノーマル、お、髪の毛こっちか。いや、でも可愛いかな。あ、ホーリーグロー、ローってことは女の子の方にローがあるということは男の子の方にハイがあるってことかな。ちょっと男の子ね見てないんですよね。結構撮影アイテム偏ってるけどやばいかもしれない。あ、ロゴ回収はできました。やったー、ロゴ。いやー、これ最後、あ、リップやばい。髪の毛は出た、リップも出た、目と服が出てないのかな。いやー、これちょっと次2回目で、2回目で欲しい。ね、目はでもどうなんだろう、代用できる目があったらいいんですけど、いやー、ちょっときついかな。そうだね、目って R と SR、 あ、 R 来たけど、あ、なるほど、背景出てなかったんですね。背景も回収、嬉しいな。あ、やばい、またなんか撮影アイテム偏ってる、やばいかも、やばい、全然アバターが出ない、焦ってくる。あ、 SR どっちだろう。あー、服やったー、嬉しい、かわいい。R もやっぱ可愛いけど、SR もやっぱ可愛いな。なるほど。夜と昼と2種類あるんですね。いやー、どうだ。いやさあ、ということで、SR! 服の SR がもらえたということで、これはこれで OK としましょう。さあ、ということで、交換をしていただけるようでしたら交換をしていただいて、で、あとはアートグラフも作っていきたいと思います。